車の予約しなきゃ。よし。いい天気ね。おい、よく来たな。おじいちゃん。やらまいかプロジェクトのおかげで、ほんとこの辺りも便利になったわね。おい、マイカ、メロン切ったぞ。あ、メロン？やったあ、そういえば、転勤するんだってな。うん、向こうで人手が足りていないらしいの。そうか、それにしてもバスも走っていないようなところなんだろう。大丈夫なのか。何言ってるの。自動運転が始まる前はこの辺りもそうだったじゃないまあそうだな。大丈夫、たまには戻ってくるよ。マイカも寂しがるだろうし。そうか、まあ気長に待ってるよ。おじいちゃん見て見て、今日から私中学生になったんだよ。おお、おめでとうありがとう。おじいちゃんは最近どう？あ、昨日車の免許の返納に行ってきたよ。そうなんだ、お疲れ様。ところで今年の夏休みは遊びに来るのか？ごめん、なんかお母さんが連休取れないんだって。そうか、まあいつも頑張っているんだな。どうだ、今年は帰ってこれそうか？ごめん、今年もなんかバタバタしていてダメそう。そうか、あいつは元気にやっているのか？うん、元気だよそうか、だったらいいんだ。そうだ、おじいちゃんがこっちに遊びに来ない？行きたいけど、もう車も運転できないからな、いろいろ世話をかけちゃうよ。おじいちゃん、実はね。ドアが開きます。ご注意ください。便利な世の中になったものだ。いい天気だな。お、俺だ俺だ。おじいちゃん、ちょっと待ってて。お父さん、お兄ちゃんが来たよ。お父さん、いらっしゃい。ああ、お前が来ないから俺が来ちゃったよごめんね、ありがとう。